ゃあ、はい、はい、本日も、はい、ジャパンゴルフフェア2024でございます。はい、はい、今日はシャフトね、日本シャフト、日本シャフト、はい、日本シャフトのエミさんに、はいはい、来ていただきました。はい、もうツアー会場でほとんど全員の世話してんじゃないかな。いやいや、そんなことない、そんなことない。ずっとしてない人のが少ないでしょ。はい、まあ7とうだうだ喋ってそうです、はい、絡んではいます。いや、もうずっと練習場のもう後ろでずっとね、そう、はい、やってもうそう、うん、ツアー会場全員選手のレップみたいな、うん、そんな感じ、シャフト担当みたいな、はい、感じになっちゃって感じぐらいのなんか選手使用率ですよね。はい、そう思っていただける。何パーぐらい使ってます？今8割ぐらい。いや、そんなにはいかない。あ、そんなにはいかない。はいはい、男子はまあ3割、あ、そんなもん、はい、30-35% ぐらいの間を、そんなもんな、はい、たり、何を隠そう、僕のシャフトはエミさんに用意していただきまして、はい、本当にありがとうございます。ほとんど日本シャフトかなって。そう、はい、そんなもん、はい、そんなもん。おお、おい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 、もうせいちゃんも来てますよ。来てますよ、はい、おお、せいちゃん元気？元気です。何見てんの？グループとさっき来たばっかり。あ、そうなの。はい、せいちゃん、マイク、これ。はい。またじゃあ、あれだね、はい。いっぱい勉強して。今来たばっかり。帰るんだね。今来たばっかり。お疲れ様です。もう今ね、世界を飛び回ってますから。うん、もうワールドランキング1位ぐらいかな、今。うん、もうね、せいちゃんのインスタグラム見るとさ、うん、今どこに、もうずっと移動してるよね。いろんなところにいるから。本当。ワールドランキング1位のジュニアって感じだよね。はい、そうです、そうです、そう、はい、あ、頑張ろうね。はい、はい、今日は何かあのイベント出るの？いや、一応ぐるぐる回って、はい、って感じか。じゃあ後でまたよろしくお願いします、はい、お願いします。可愛らしい。じゃあね。ということでちょっとまあ使用率もそうなんですけども、はい、やっぱ種類がね、はい、そうですね、多いので、そう、僕も全然わかんないんですよ、はい、種類が多すぎて、まあ、この辺は軽量シャフト、軽量シャフト、はいはい、女子ツアーで人気の、はい、女子ってちなみにど何グラムぐらいのアイアン使ってるの？これだから NS950 の新しいやつですよね。そうですね、はい、大体平均すると女子のツアーで、女子は950、850あたりがスチールでは多いと思います、はい、ちょっと女子担当は別にいるんですけど、これが850ですね、はい、ウエッジって大体何グラムぐらいですか？ウエッジも950使ってる子は多分そのまま950とか、はい、だと思うんですけどね。こちらが950、これは前作 の、 あの NS プロにと比べて何が変わったんですか？ちょっとおさらいでお伺いしたいんですけども。ね、ちょっと先が走るんで、あ、はい、女子担当、女子担当がいい。あ、女子担当、はい、女子プロ担当です。多分前の950よりねじれが少ないんかね。950よりそうですね。はい、あ、すみません。女子は大体アベレージ何グラムぐらいの使ってるんですか？80と90が。あ、はい、ウエッジ、ウエッジってどうなんですか？ウエッジも950、そうですね、同じぐらいです、ね、あ、そのままなんだ、はい、重くしないんだ。あの850使ってる選手は950、あ、はい、950の子は、950の子は950だったりモーダスウエッジだったり、あ、モーダスウエッジ、ウエッジ、ウエッジ、はい、ウエッジ専用の、それ105g、あ、105、はい、でこの950ネオは前作 の、 あの白い、あの NS950 よりねじれが減った、はい、ねじれっていうよりも先のこの動きが、はい、まあ、今ヘッドがバウンスが多くなって、はい、あの邪魔しちゃうことが多く、それを少し抑えて抜けを邪魔しないように、抜けを邪魔しないように先を走らせている、はい、イメージ、あ、走らない、走らないようにしているをちょっと抑えている、抑えてる、走りを抑えて抜けを邪魔しないようにしている、動きすぎちゃうと当たりすぎちゃうので、うん、それをちょっと抑えて、なるほど、動きすぎると当たっちゃうんだ、はい、出てきて、はい、なるほど、それを抑えてるんですね、はい、っていう、まあ、あの女子の意見もあって開発されたと、はい、じゃあちょっと締まった感じなんですか？ちょっと締まった、前の950より、はい、
ところはこの方ですよね。男子ツアーは どれぐらいなんですか、雰囲気は。男子ツアーはやっぱりこう125とか、はい、まあその辺が中心で、はい、人気があります、ね、125、125、はい、なんか僕らの時代と今の若手の選手で、はい、なんかみんなクラブ軽くなってるようなイメージがあるんですけど、はいはいはい、どうですか。そうですね、まあ、やっぱり年代が上がるとプロの方も 1,2,5 ぐらいを好まれるんですけども、まあ、若い選手、まあ、ちょっと長くしたりとか、まあ、するところで軽めになったり、まあ、そうですね、長くする振り心地を重視で軽いのを選ぶ選手も結構増えてきたんですね。今の若手はシャフト長くするんですか。まあ、結構長い選手もいるんですね、はい。まあ、特に長いというわけじゃないですけど、まあ昔の標準の、まあ、125ぐらいの重さので、長くすると重いっていう選手もいるので、はいはい、そうですね。そうなんだ、はい。だからやっぱりボールが上がらなくなってきてるから、はいはい、少しでもシャフトで球を上げるために、はい、シャフトを伸ばすって感覚なんですか。まあ、それもありますね、はい、それもあったり、やっぱり、まあ、昔より範囲値は長くなってますからね、標準が。そう、はい、標準でもう変わってるってことです、はいはい。まあ、でもロフトが立ってるから、うん、そうですね、変わんねっちゃ変わんねえんだろう、はいはい、うん、そうですね、番手が上がった感じで。昔の5番に今6って数字書いてあるから、はい、それが5番編っていう、はいはい、感じなんですかね、はい、あとこうユーティリティで人間ゴースト、はいはい、これはもうシート巻いてるんだ、カーボン。シールにカーボン巻いてる。スチールの素管の上に、カーボンを貼ってある、ね、こうやって見ると分かる。分かる。ありがとうございます。少しずつ、ね、キュッキュッと巻いてありますね。ちっちゃくなってというか近づいていただいてご覧いただけます。こうすることによってどうなるんですか、はい。まあ、スチールの、まあ、コントロール性と、まあ、カーボンの優しい飛びと、はい、まあ、両方いけたらいいな。じゃあこの肉厚薄いんですか。スチールは薄いです。普通のスチールよりも薄いです。あ、本当だ、全然薄い。でこれ触ってもらうとステップもついてるし。ステップが何ですか。ステップついてるし、こっちも。あ、はいはい、写真や動画撮影していただいて、はい、結構これ肉厚が、スチールのところは薄くなってる、うん、こっちがゴーストでこっちが映るかモーダス。写真はですね、うん、分かると思う、全然分かる。このブースの盛り上がりだったり、また新商品も、ね、発表しておりますので、こういったグラファイトオンスチールでゴーストで、ね、ご投稿いただけますと幸いです。ヨウさん、これ試したことある？ない。ユーティリティとかにない。今年はぜひ、はい、よろしくお願いします。ちょっといろんな今、はい、もうダイナミックゴールドを、はい、ちょっと今 X100 をもう、はい、ちょっと卒業したんで。あ、そうなんですね。ようやく生まれて初めて、はい、違うシャフトに目が向いてるんです。あ、そうなんですね、はい、ちょっといろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします、はいはい。あとこれゼロス、うん、コントモ先輩一時使ってましたね。あ、そうですね、はい、はい、ちゃんこれか一時、今戻した、今戻ってます、はい、戻した、はい、うん、一時使ってたのこれ。ゼロ、もうプロ用のはさ、シャフトがありすぎてさ、よくわかんないんだよね。そう、そうですね、はい、全部説明させていただきます。でもやっぱりこの市販が一番オーソドックスな王道いってるわけですよ。そうですね、はい、ただこれもプロトタイプから格上げになって市販モデルになったタイプなんで。あ、そうなんですね、はい、やっぱりプロの会場で一番人気になってるやつを市販に持ってくんですか。そう、そうですね、まあ人気のあるやつが多いですね、市販になるのシステム3、はい、これは軽くなっていくんですか、上の番手になるの。いや、これはもうこのまま、はい、全サイズ同じ重量。すごい種類、まあ、とにかくさ、種類があって何選んでいいか分かんないんだよね、俺も含めて。僕のもエミさんにお願いしたから、うん、何も書いてない、うん、これ何ですかって、多分これですみたいな。何も書いてない。そうなの、はい、そう、ちょっと僕のスイング、はい、なんかね、はい、こう切り返しは僕ちょっと早いから、はい、そういう人は先調子がいいらしいんですよ。そうですね、その先調子でおすすめのやつってありますか。ね、125g ぐらい、 125g ぐらい、まあ、130とかおすすめですね。130、130もないんで。あ、そうなんだ、はい、でこれも手元側もしっかりしてるんで、
まあ、切り返しがちょっと早い人でも安定、はい、ブレーナー、はい、ちょっと打ってみっかな、はい、今度打たせてください。今度ゼロで終わるのがちょっと先調子で、はい、5で終わるのが手元調子っていう認識で合ってるんですか、モーダスの数字の見方っていうのは。いや、そんなことはない、そういうわけではないんですか、はいはいはい、そうですね。ただ これはちょっと手元が固め、はい、そうですね、はい、じゃああれはもう単純に重さなんですか。基本はまあ重さなんですけど、まあ、S とか X で、うん、まあ、重さも入り混じるんで。なるほど、はい、そうなんですよ。その辺もちょっとご説明をゆっくりさせていただき、ゆっくり聞かないとダメです。どっかしてシラできるとかあるんですか。もちろん会社に来ていただければ、計測器の中でシラはちょっと今度お邪魔してもいいですか。はい、あ、もちろんです、はい、ぜひぜひ、ご連絡いただければ。はい、はい、ぜひ、うん、はい、よろしくお願いします。よくね、はい、シャフトって何させばいいのとか何がいいのって聞かれますからね。そう、はいはい、ちょっとすごい人が来てるんじゃない。そうですね、カリウェブさん来てる。カリウェブさん来てるよ。カリウェブさんもあれだ、日本シャフト使ってるんだ。そうですね、はい、すごい。それはこんだけ人が来るわけだ、はい、ということで、はい、日本シャフト、はい、日本シャフトはエミさんに、はい、シャフトを説明していただきました、はい、ただもっともっと奥が深いということなんで、また勉強しに行きましょう。そうですね、はい、ぜひじっくりと、お越しいただいて、はいはいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。